ムツエラ A は深海性の A の一種。ムツエラ A 科の唯一の原生種である。1980年に記載された。その後、ムツエラ A 属には複数種が記載されていたが、現在ではすべて本種であるとされている。6体のエラ列、ゼラチン質に満たされた長い封を持つ得意な種であり、最大で1.7メートルになる。背面は褐色、覆面は白。 皮膚は皮膜をかき柔らかい。インド太平洋に広く分布し、震度500の1120メートルの上部大陸斜面や宮まで見られる。定性で長い糞を用いて餌を探す。顎は大きく突き出すことができる。耐性である。IUCN は保全状況を軽度懸念としている。ホロタイプは体盤幅64センチメートルのメスで、ほぼ完全な形で。 ポートエリザベスの砂浜に打ち上げられた個体である。イースタンプロビンスヘラルドで釣りの特派員を務めていたデーブ・ビックルにより発見された。1980年、JLB ・スミス・インスティチュート・オブ・イクシー・ラジーのイクシア・ロジェクル・ブレティンにおいて、フィリップ・ヒームストラとマーガレット・スミスにより、進化、親族・新種として記載された。名、ヘックストリガンはギリシャ語のヘキサ・トリガンに由来し、 得られつの数にちなんだものである。種商名美辛いは、発見者の名に由来する。H 美辛いの後、形態的特徴に基づいて4種が記載された。だが、その後、糞の形状、体幅、歯列数が、個体、成長段階によって変化することが分かった。そのため現在では、H 美辛いのみが有効名とされている。トビエイア内での位置に関しては、 形態系統解析では、トビエヤモクで最も規定的な種であるとされる。だが、分子系統解析では、本種は平田イ華に属するトリグナプター属の姉妹群であるという結果が得られている。また、絶滅した禁煙種として、死神予中期の層から、ヘックストリガンセネガシが発見されている。インド太平洋に広く分布する。インド洋では、 南アフリカ東海岸のポートエリザベス、ポートアルフレッド沖から、インド南部、インドネシア、西部オーストラリア沖のエクスマウス海大から、シャーク湾。太平洋では、日本列島、台湾、フィリピン、クイーンズランドニューカレドニア、ハワイ。深海底生成で、震度500-1120メートルの上部、大陸斜面。 宮山に出現するが、南アフリカ海岸に漂着した日タ体のほか、日本近海で設置する姿が撮影されるなど、旋回にも現れる。砂テー、岩礁どちらにおいても見られる。体は分厚くて、柔らかく、幅広い体盤を持つ。糞は三角形で、若菜より、生魚の方が長く、体盤長の2、5にまで成長する。 糞の内部は透明なゼラチン質の物質で満たされるため、死後に空気や防腐剤に触れると大きく収縮する。目は小さく、糞水口から前方に離れて位置する。口は直線上で幅広。ビシビラは非常に幅広で短く、口の手前で途切れてごび弁と融合する。小さく鈍い歯が44から102列交互に並ぶ。 成長につれて死列は増える。台盤の下には6体の小さなエラ列があり、他のエイより一通用意。サメではカグラザメなどの例があるが、エイで6体のエラ、列を持つ種は本種のみである。左側に6個、右側に7個のエラ、列を持つ個体が採集されたこともある。また、エラ列は6体であるが、最級は5体である。腹期は大きく丸い。 尾は太く、胎盤の0.5から0.7倍ほどの長さ。尾の背面には、虚子状の鋭いトゲが1から2本ある。尾ひれは、長い洋上で、ほぼ上下対称である。皮膚は弱い弱しく、皮場はない。胎盤の背面は、紫からピンクがかった褐色で、ひれの縁はわずかに暗くなる。皮膚は、容易に剥がれ、白い反転となる。覆面は白く、胸びれ。 吹くの縁は暗くなる。糞は半透明で、お、おひれは黒い。発見された最大個体は全長1.7メートルのメスである。ダルマザメは本種を襲うことが知られている。長い糞は非常に柔らかく上下左右に曲げることができる。この糞を用いて堆積物中の餌を探すと考えられる。糞の仮面にはよく発達したロレンチーニ器官が前後に並ぶ。 この期間により、餌生物が発する微小な電状を捉えることができる。頭部長を超えて口を下方に突出させることができ、堆積物に隠れた獲物を吸い出すと推測されている。顎の石灰化が弱く、硬い殻を持つ生物は捕食できないようである。ダルマザメに傷つけられた個体も見つかっている。体勢であり、産死数は2から5。出生時は体長48センチメートル程度。 雌雄ともに 110cm 程度で生成熟する。本種の生息深度での漁業活動は少なく、IUCN は保全状況を軽度懸念としている。台湾周辺では底引き網によって少数が混獲されている。捕獲数は年々減っており、局所的に過剰漁獲状態にあるのかもしれないが、確かなデータはない。深海性のエイであり、飼育記録は ほとんどないが、沼津港深海水族館で数日の飼育記録がある。ありがとうございます。